こちらのものを使ってこんな状態でございます。眉毛がさ、本当に描くの難しいよね。何度も言うけど、これとこれでちょっとうまくアイメイクを完成させたいなと思っております。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、きーちゃんでございます。こちらのチャンネルは美容を中心としたチャンネルになっております。アラホー目線から、コスメ購入品、スキンケア、コスメのお気に入り、そしてメイク動画などを中心としたチャンネルになっております。美容以外のチャンネルもやっておりますので、よかったら両方のチャンネル登録よろしくお願いします。はい、今日はですね、実は別撮りで今撮影をして、ファンデーションだけね塗ってある状態でのメイク動画を撮りたいと思います。で、今回は特に購入品紹介をするほど量がないので、ここではその時買ったものを中心に使ってるメイク動画になっておりますので、よかったら最後まで見てほしいと思います。それではスタート。とにかくファンデーションだけを今顔に塗った状態です。それがこれです。この間動画出したと思う、もう出てると思うんですけど、ビセのグローバームファンデーションの、ちょっとね、どんな感じがという、こう多分ここに載ってる、サムネが載ってると思うんですけど、まあこの動画見た方ありがとうございます。こちらのものを使ってこんな状態でございます。でね、保湿感がすごくねありますね。今塗って10分ぐらいしかまあ経ってないかな、10分15分ぐらいかな、なんですけど、やっぱ保湿感もねあるし、カバー力もすごくいいと思います。で、こっから新商品、私の中で買ったもの、9点の目変わりを少し前にやってたと思うんですけど、そこでちょっと買ったものだったりとか、買っていない部分は家にある今まで出てきたものでメイクをしていく動画になるので、よかったらね見てってほしいです。はい、じゃあここから行きたいと思います。ファンデーションは塗ってあるので眉毛を描いていきます。眉毛はこれチフレのいつものペンタイプっていうの描いていきたいと思います。ここら辺はいつもと一緒なので、あんま変わり映え、まああんまないんだけどね、なんでもこれを描いていきます。今日はね、外は雨なんですよ。本当はねちょっと出かけようと思ったんで、リハビリも兼ねてさ行けなかったね。桜の季節ですよね今、だから行こうと思ったんだけど、無理でしたね。さすがに自転車にも乗れないしな、これじゃ。まあ、こんな風に形を作ります。セザンヌの極細アイブロウマスカラってやつを、シナモンブラウンってやつを買ったので、これを塗っていきます。まあ、髪の色と全然合ってないんだけど、まつげを明るくしていきます。でも動画で見ると全然わかんないよね、まあ、実際見たら明るって思われるかもしれないんだけど、あんまりわかんないよね。はい、こんな感じで眉毛が出来上がりました。次はですね、ここからちょっと新商品が出てくるんですけど、これ9点で買いました。カラーキーって読むのかな、コローキーかな、中国コスメだと思います。中国語で書いてあります。で、これも一回ね実は使っているので、ちょっと汚くなっちゃってるんですけども、まあ、こんな感じの色合いで、ここがね3色あるんだけど、全部ねちょっと汚くなっちゃってね、一番上が白っぽいやつが入って、で2個目が分かんない、見えないんだけど、3個目下、一番下が茶色系 でラメがついております。で、これがね、まあくすみ消しで使えたりとか、あとこれがね、なんかすごく目ね使いやすい色だった。これもね、締め色には弱いかな、だけど締め色っぽいやつね、これの中ではっていう4色っていうか4色じゃんだけど、ここね1色ずつこう使うこともできるんだけど、もう汚くてこうなった以上もう全部混ぜてこうつけるって感じもできます。そのラメでつながりでなんですけど、もう1個ねこういうねフリンさんのリキッドグリッターってやつがあって、これがホワイトライトっていう01番のやつで、こっちが
アイボリーライトっていう04番のやつが2つありまして、で今回はですねこれとこれでちょっとうまくアイメイクを完成させたいなと思っております。この動画が、TikTok とインスタのリールに載ってるので、これ単体の色目を見たい方はそちらを見てほしいと思います。一応手につけてこんな感じとはやるんですけど、ちょっと色目が分かりづらいかもしれないので、すごく本当気になる方はそちらを見てほしいと思います。今回は指で塗っていくので、それがちょっと嫌な方は申し訳ないんですけど、まずここの白いところを塗っていきます。このねパレット一度使ったんですけど、なんかね個人的に思うのはね、全体的にちょっと薄めかなって感じはします。うん。でもそれがすごく使いやすかったりして、全然色がわかんないでしょ。で次これここら辺に、いやなんかさこの色結構気に入ってね、よくある色っちゃよくある色っぽいんだけど、なんか良くない？うん、すごい好きな色で、この最後にここをちょっとここを締めていきますね。こんな色なんですよ、なんかミルクチョコレートみたいな色しているんで、あんまりねこう動画じゃ伝わらないんですよね色味。多分ドアップにしてわかるのかなって感じなんですけど、こんな感じなんですけど、わかりますかね。ちょっとわかりづらいと思うんですけど、でここの色を下のまぶたに塗っていきます。手だからやりづらい、こんな感じで下まぶたね。すいません、なんか近所の音が結構入っちゃってるかもしれない。はい、こんな感じでアイメイクを、なんか久しぶりにメイクした感じ、なかなかいいですね。で今回はここは使わずに、さっきのグリッターを使うんですけど、まあどっちかを塗ろうと思ってるので両方スウォッチをしていこうとは思います。で04番のアイボリーの方からちょっと手に出しますね。結構アイボリーってだけあって伝わるかちょっとわからない、こんな感じなんですよ。結構白っぽいよね、やっぱり。これもこれで全然すごく使いやすいと思うんですけど、このピンクっぽい、ホワイトとは書いてあるんですけど、見た目はちょっとピンクっぽくも見えなくはないんですけど、多分ホワイトで、でもこっちの方が、ラメが、こう、どうだ、私もわかんなくなる。ここ、なんですけど、こんな感じで、ちょっとなんかピンクが入ってるようにも、光の感じで見えるんですけども、こんな感じです。あ、動画でも伝わるかな、こんな感じなんですよ。だから両方ちょっと似てるっちゃ似てるんですが、まあ、ホワイトの方はちょっとピンクが入ってるって感じなので、色味的にはどっちも使いやすいんですけど、まあ、好みがあると思うんですが、今回は、ピンクっぽいのをちょっと乗せていこうかなと思います。はい。で真ん中辺にちょっと乗せるので、動画にうまく出るか伝わるかがちょっとわかんないんですけど、ちょっと塗ってみます。見えるかな、ちょっとだけなんですけど、ちょっと大げさに塗った方がいいの、こんな感じ。あんまわかんないよね、すごいドアップにしてきっとわかるんだと思います。なんですね、こんな感じで、本当は下とかにもさ塗るといいだろうけど、ちょっとラメラメだとちょっと目元がうるさくなっちゃうかもなんで、今回は上だけにします。シリクはもう最近こればっかなので、セザンヌのフェイスグローカラーのアプリコットグローです。もうこれね今すごい最強にお気に入りのやつです。なんか最初の買った時の動画ではなんか色味は結構あるって言ったと思うんですけど、使ってるうちにもうちょっとってこう濃く塗ってるってことはやっぱ色味が私の中では足りないのか、まあ薄付きだなって印象に変わってきたんですけど、でもすごく可愛いお色味だから、あとクリームチークだからね、この上からパウダーを塗ってもいいんだけど、私はこのまま使っちゃってます。で一つ順番を抜かしてしまってすいません。ヒロインメイクのソフトディファインクリームペンシルを使ってアイラインを引いていきます。今回はこれでやります。
これすごい使いやすくて書きやすいんですよ。だから結構これも使ってるんですよ。一番はやっぱりあれを使いますけど、いつものパラドゥのやつを使ってますけども、これも結構使いやすくて、メイクするときはこれも出番が多いですね。はい、こんな感じで入れます。うん、こうやって今見てるとやっぱチークがね薄いんですよね。もうちょっと濃く入れてもいいとは思うんですけども、ハイライトを入れていっちゃいます。こちらのハイライトです。ほんと使いやすいよね。でもここ光がさ今入ってるからよくわかんないと思うけど、見てこの色味。あとね、ファンデーションもね結構ねツヤ感があるんですよ。だからそんなに入れなくても大丈夫なんですよね。はい、こんな感じで入れます。そしてまた新商品が一つ、私買ったばっかのが、先にヴィセのこれを塗るんですけど、アミューズのジュエルフィットティント、日本限定の桜ジェリーってやつです。これ目代わりで買ったんですよ。で、一回使ったらすごい使い心地が良くて、塗りやすいしね、パッケージもすごく可愛らしいし、持ち運びにも便利だし、色味がすごく私の中ではヒットしたので、他のやつも多分ね買っちゃう、集めちゃいそう。もうリップ好きすぎちゃって、まずヴィセを塗っていきます。やばいよね、使う唇一つしかないのにさ、リップばっか、あとアイシャドウばっか買っちゃって嫌になっちゃうよねこんな感じの色味で、こんななんですよ。めっちゃいい色じゃないですか。で、このスパチュラがねすごい塗りやすいので、私あんまりこうベタって塗らないんですけど、こう塗りやすい、こんな感じで、ほらいい色じゃないですか。私これちょっと他の色も試してみたくなりました。で、アミューズって確かヴィーガンなんですよね。なんか安心安全って感じがする。別にそこまでこだわってないけど、ただ単にこの色味すごい可愛くないですか。最初これ使った時、何これって言って、すごい一目惚れぐらい、最初どうしよう買おうかなって迷ってたんだけど、買って正解でした。この色味大好きな色味、なんかこう潤い感があるんだよね。ペタペタしないっていう、それでもペタペタしないっていうのかな、嫌なペタペタ感がない。そうだから使いやすい。で、乾いてくるとこう密着力が上がる気がして、すごく好きです。これセザンヌとかいろいろティント使ってますけど、他の全然違うメーカーで久しぶりにヒットしましたね。いいものはたくさんあるし、好きなもの多いんだけど、これは久々のヒットですね。ってぐらいこのアミューズ、これ集めていきたい。目代わりのたんび安くなったら、ちょっと他の色も試したいと思いました。はい、ということで今日のメイクはこんな感じでございます。ちょっと軽く溶かして、でね、最近ここにもねいろいろ置き始めたんだけど、でもスプレーは置いてないんだよねだから特に何にもないんだけど、はい、ということで今回のメイクはこんな感じでございます。ということでね、今回はね、あの購入品紹介は特にやらないって話ですけども、やらない代わりにこういう風にメイク動画で、最近手に入れたもので、手に入れたのも取り入れてメイクをしてみました。私個人的にすごく気に入ったのがありまして、このさっき言ったアミューズとこのヴィセの、グローバームファンデーションがすごく気に入っております。セザンヌのこれもねすごく気に入ってるんですけども、はい、そのこの中ではその2つが特に気に入っております。で、ヴィセに対しては他に動画を作っていますので、そちらをご覧いただきたいと思います。というわけで今回、新しく手に入れたメイク用品で、メイクをしてみた動画になりました。最後までご視聴ありがとうございました。はい、そういったわけで今回は、最近手に入れたメイク用品を使ってないものは家にある今使ってるものと組み合わせたメイク動画に
なっております。あんまりねコスメ買わないようにはしてるんだけど、やっぱりね見ちゃうとねダメだよね。やっぱコスメ好きなので、どうしてもねあんまり持ってても使わないと思ってもやっぱり欲しくなっちゃうし、でちょっとねやってることでね巡り合うのも多いので、その中で知ることもたくさん多いんですけども、いろんなものが使えて嬉しい反面、増えすぎちゃってどれがどれだか分かんない時もあるっていう、まあ、もあるんですけども、コスメ全般好きなので、はい、これからもね私が気に入ったものとか、ご紹介していけるメイク用品があればアップしていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。